これです。いや松ヶ瀬の爆発力、ま、これは大井にとっては通行、松ヶ瀬にとっては嬉しい。いやちょっとね鳥肌が立ちました。そうですね、震えましたねこれ。いやそして松ヶ瀬親上がって親番が続きますね。トン三曲一本馬、今曲のドラは3万となっております。いやちょっとこれ、まあ、4枚目ですからねまさかとは思いましたけれども、いやこれ今日ね松ヶ瀬に注目してるって僕言ったじゃないですか。言いましたね。言ったんですけど、まさかここまで来ると思わないよね。いやーすごいですね。まさかここまで来ると、100とか勝つの無理だからって言ってましたよね、はい、これ100いく可能性ありますよね。このままトップだと100ぐらい、だって65ぐらい勝ってたから、これで今95ぐらいですよ。こっからあとね、ちょっと5%ぐらい加点しちゃうと5万点トップぐらい取るとプラス100です今日だと、はい、何が100は無理なんでってね20で30でもねめちゃめちゃ嬉しいみたいですよね。 100じゃないですか。前振り完璧でしたね、うん、前つがせ、いやちょっとこれは多い、トータル首位からの多いからっていうのがまた、いやでかいですよ、大きいですね。こうグッとこう縮まるかもしれないです。0勝1戦の A リーグの順位が、うん、多い。でもチャンスで、そうですね、多い面単品見えるでしょうか。さあこちら河野、そして藤中、一通が見えますか。藤中の形ですな。さあ松ヶ瀬親番です。ドラはありません、メンツもまだできてません。上の3色が見えてますね。はい、いいとこ引く、いいとこ引く、カンチーマン頑張る。さあ藤中、いつ諦める、諦めない、一通のイシャンテンです。さあ多い、ここは多い、もうちょっとここで挽回してですよね。そうですね、手が手だけにね。多いもう今日1回戦目が4着スタートで、2回戦目1位、3回戦目2位とまたちょっとマイナスはしてるんですけれども、1-4で前素点でマイナス20沈んでるんですよ。そうですね、多いが3回戦でトップ、あ2着取って、プラスマイナス10ぐらいかな今日、今日始まる。そうですね、マイナス10ポイントぐらいです。10ポイントぐらいしてて、はい、今日あの最終戦なんで、ここでねラスト引くとね、まあまあマイナスなんですよ大井は。そうなるとまたその上と下の差がぐっと縮まりますよね。もうさっきね言ってたけど、もう変な話、もう7万点トップとね、はい、ここラストぐらいだとね一気に並んじゃうよっていうね、松ヶ瀬と大井がみたいな話してましたね。5回戦開始前におっしゃってましたね。はい、はい、河野も嘘引いてる。お、いいですね。さあ藤中もマンズの一通イシャンテン。あ松ヶ瀬ここで一目です。さあ大井、大井もいい、やめやめのイシャンテン、ここは取り返したい。チーソーがただめちゃくちゃ薄いんですよね。あーチーソーがもうなくて、はい、チーソーが2枚かな。うーん、大井の欲しい牌はかなりちょっと薄くなってきてますか。ここはローマンをから切り、うーん藤中ちょっとここから手が進みませんね。ここはイーマンつもぎっときますか。ちょっと悶々としてますか。あとスーサのくっつき、はい、で後継に渡り打って、さあ大井もりゃめりゃめのイシャンテン、さあ進まない。んこのチーソーを引いて、引いて大井のチーソーが あともう1枚しかなくなりましたね。1枚ですね。これでどうする。ここは飛車を切って目いっぱいにしますか。うん、うーん藤中もここから進まない。品質が4連携になりますが、フリテンターツ松ヶ瀬も1メンツありますが、ちょっとまだ厳しいでしょうか。役牌がなければ、役牌がなければ、松ヶ瀬はトンとチュンが統一でしたね。そうですね、ヤクヤクです。ダブトンですもんね、はい、どっちも1枚切れです。1枚切れまだ山にいますもんね、1枚ずつ。あ、またそこチーソーから行きました。はいはい、そしてスーピンを切って、こちらはイーシャンテンです。トンとチュンでヤクができる形。さあ藤中もいいシャンテンですか。あ埋まりました。ここはカン、イッツドライチ、イッツドライチ、カンウマン、ここはリーチの選択はなりませんでした。結構いる、
ウーマン結構います？結構いる。これ本当だ。三枚いる。あ、三枚、山さんだ。河野の手に1枚だけですか？本当だ。なんだこの。河野危ないんじゃない？ハビントウーマン。河野一応チートイツイシャンテンの形ですもんね。なっちゃうか。どうなるでしょうか。ここは藤中にテンパイが入ってます。一気通貫のドライ、一気通貫ドライチカンウーマン待ち。あーどうだ、うん、あー大井の手にも行った。ただこれは一旦シャー切るか。一旦シャー。さあ大井イシャンテン続行両面両面。ただまだウーマン2枚いますからね、うん、あこのトーンで松ヶ瀬に役ができました。さあ松ヶ瀬先輩チュンとパーソーのシャンポン。パーソーとチュンは1枚ずつ切れてますか。そう6級ピンが薄くて外したのね。はい。パーソーとチュンです、ね、パーソーとチュン、まだこれも1枚切れ、はい、パーソーも1枚切れ、パーソーも1枚なんでどっちもいる。2対2ですね。これちょっと前にチュン切れるか危ないよね。はい。ローマン藤中これは行くでしょう。松ヶ瀬の仕掛けが入ってますが打っても休めそうですね、ポジティブに行こう。3万がドラなのでロマンで当たっても安い。さあ藤中も押します。カウマ待ち。さあ松ヶ瀬パーソートチェーンシャンポン9ピン。多いテンパりましたね。ここはパワーを切って玉手すっちそう。そうね、そうですね、チーソーは松ヶ瀬にポンされてる。はい、スチーソーはない。チーソー1枚だけありますか。チーソー1枚かな。チーソーがある、はい、1枚はあるはず。さあ藤中もカンウーマンの息つかんでどこまで粘れるか。大井がウーマンついつかんだら止まるかな。そうですね、まだ2枚いますからね。ローマンはしやすいけどリャンウーマンはちょっと押しにくいよね。ドラマ的で。そうですね、ダブドンポン。あ、ここはちょっと引きました。藤中で何で引いたんだ。ウーピンでやめました。ウーピンで、はい、ウーピンか。ああ、これこの馬、ただ藤中そうか今やめちゃったんですもんね。でもあじゃない松ヶ瀬もいるんで。おい、どうですかねこれ。ウーマンがちょっと押しにくい。数万が3枚見えてる。はい、打つと5800って言われそう。打つと5800。でも多いは冷静だな。冷静ですね。多いもここはウーマンを掴んでやめました、僕が言った多いウーマン掴んだらどうするのかなっていう、これが予言が本当に。兄さん今日ちょっと予言当たりすぎてないですか。ウーマンやっぱ打たないんだな多いさん。ちょっとこれ まあ、たられ張りになっちゃいますけれどもね。あ、多いがここでウーマンを見て、でも数万打てるか。ゲームつかカンウーマンかスチーマンどっちだ。さあここで大井がウーマンをチーしてスーマンを打ってテンパイを取ります。スッチーソですね。単葉で役があります。さあ河野もチートイチのイーシャンテンですが、ここはテンパイしない。お、藤中テンパイはいける。藤中はそうですね、サブローピンで復活。結構あるあるか。チーソーを加冠します松ヶ瀬。あれチュンとパソだ。このチーソーそうだ、大いに当たりだ。チャンカンですね。こんな流れある。タンヤオチャンカンドライチ3900、4200、チャンカンの上がり。こんな上がりあるの、なかなか見れないですよね。なかなか見れないです。いや、なんかいろいろあったねこの曲ね。いろいろありましたね。中の52テンパイ折りからのウーピン止めて、折りからの大井、はい、がウーマン掴んでゴッパー打ちたくなくて回ってからのですよね。そうですそうですそうです。で松ヶ瀬ウーマン切ってチンしてからのチーソーかかんでちゃんかん。うわー、これ大きいですね。こんな上がりあるんだな。大井でもウーマンやっぱ打たないんだな。すごい、うん、こんな展開になると思わなかったです。うん、麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。